大葉と明太子を使って作るペペロンチーノスパゲティ。イタリアンパセリの代わりに大葉を、エキストラバージンオリーブオイルの代わりにごま油を、それぞれ置き換えて作る、これといってひねりのないアーリオオーリオを作ります。様々な料理に姿を変える汎用性の高い大葉と明太子は、ついつい購入しすぎてしまいます。ニンニクを3かけ用意、皮のついたまま半割りにしていきます。そしたら芯を取り除きます。芯など気にならねえという男らしい方はそのままでも構いません。次は皮をペロン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 と剥いていきましょう。お尻の硬い部分を切り落としたら、渾身の力でニンニクたちをぶっ潰していきます。それを並べて端からぶったたいて荒々しいみじん切りを作成しておきます。次は大葉を10枚程度、水で洗ってからお尻の硬い部分をちぎり取ります。それを折りたたんでぶったたかずに優しくカット。刀の頭からお尻まで使うイメージで、繊維を潰してしまわぬよう優しく切り進めましょう。半分は飾り付け用に取っておきます。もう半分は香りを強く引き出せるよう粗めのみじん切りにしておきました。明太子を一つ、皮に切り込みを入れ、中の粒々だけをストイックに取り出していきます。贅沢に口当たりの良い中身だけを使用。外側の皮もとっても美味しいので即座に食べましょう。皮を食べ終えたら明太子をもう一つ用意、全面を炙ってこんがりとさせておきます。それをなんとなく斜めにカット。中身だけのものと皮付きのもの、2つの明太子のコントラストを存分に堪能しましょう。あっち、お水の入った鍋を火にかけ塩を投入。この後で明太子と醤油の塩分が加わるため、ペペロンチーノにしては少なめの塩加減にしておきましょう。冷たいフライパンの中にオリーブオイルを投入。そこへニンニクを合流させます。もはやついているんだかついていないんだかよくわからない程度の火力に落とし、ニンニクをじっくりと加熱。オイルに香りをしっかりと移していきましょう。気が済んできたところで鷹の爪を投入。同様にごく弱火でじっくりと加熱し、辛味成分カプサイシンを引き出していきます。いつの間にやらお湯が沸いていたので麺を茹でていきます。オイル系のスパゲティの場合、素直に表記時間通りに茹でるのがおすすめ。しっかりと加熱され、ニンニクが若干色づいてきたところで、細かくしておいた方の大葉を投入。大葉の香りをしっかりと引き出していきましょう。細かくカットしたものは香りが強く出る反面、焦げやすいので時間差で投入します。茹で汁を加え、現時点のニンニクの色味をキープしておきます。火を止めて麺が茹で上がるまでおとなしく待機しておきましょう。麺が茹で上がる頃に最大火力にして待ち構えます。90度程度のソースと麺を合わせるのが理想的です。こちらの男性は火をつけるのが少し遅かった様子。麺が合流したらすかさず火を止め、全体をざっくりと混ぜ合わせておきます。そこへ中身だけにしておいた明太子、醤油を加え、明太子を潰してしまわないように優しく一体化させましょう。しっかりとしたとろみがつきました。よかった。お皿の上にそーっと盛り付けます。その上にソースをしっかりとのせます。炙っておいた明太子、千切りの大葉、ごま油、刻み海苔、一味唐辛子を振りかけたら完成。こんなもんでしょうか。30代になると次の日仕事があるからという理由で友人たちがあまり朝まで付き合ってくれなくなってきました。ちなみに私も明日仕事があります。今日も明太子と大葉の相性が抜群。今日は頑張ったのでハイボールのご褒美。
you